はい、こんばんは、今井です。本日はですね、就職してからの症例発表っていうのは必要か否かというところをご説明したいというふうに思います。これもね、フォローしてくれている方々から質問いただきました。結論から言うと必要です。僕がまあ理学療法士になったのは10年前、11年前になりますけども、教会の、えっと、新人研修というか、えっと、新人のね、ための研修の一つのプログラムとして、症例発表は義務付けられてい いたので僕も新人の時はやりましたた関節ネザーだったかなで教会の中でね発表しましたけどもそれを作る上でまあ上司の人に相談したりとかあとは査読をねしてくれる先生方と相談しながらその一つ一症例を発表しましたけども症例発表っていうのはすごく重要だと まあこので何でかっていうと日々臨床する中で言葉にするっていうことってなかなかないんですよねで頭の中でその目の前の患者さんの評価をしてある程度の数値っていうのは多分記載しておくと思うんですけどもその過程っていうのを記載するケースってほとんどないですよねカルテも結構簡略化されてきてそんなね一言一句めちゃくちゃ長い文で書くっていう風にまとめることって ないいと思います実際にねまとめてみると理解できることってすすごくあります視覚的に見るっていうのがすごく重要で頭でたくさんのことを考えているつもりでも文字に起こしてみると大した評価をやっってなかったりすするんですよで評価を例えば書き起こしてみて自分がここが問題だと思っていたところをさらにこう見比べてみると実はこっちの方が問題なんじゃないかっていうのが視覚的に見えたりするわけです。 つまり自分の思考っていうのを文字に書くことは何でいいかっていうとそれを視覚的に判断することができるっていうのはすごく重要なことになります。で、えー、と実際にね今もう担当してる患者さんに関してちょっとこうねまとめてみるといいかもしれないです。自分がやった評価それに対しての問題点 っていうのを評価していくと自分が挙げた問題点に対して評価をいくつかやいくつやったかっていうのを計算してみると1個か2個ぐらいの評価で自分はその問題点を,をピックアップしたことがわかると思いますで実際にそれだと少ないですよね本当にこれでいいのかっていうのを疑いながら見ていくときに実際に書き起こしてみるとこんな程度のことで自分はその患者さんの問題点を把握したのかですごく雑貨 っくりとしか患者さんの像っていうのを判断しできてなかったっていうのが文字に起こすとわかります自分では視覚的に見てるから患者さんの動作をねある程度自分は動作としてわかってるつもりでも実際に文字に書き起こそうと思ったらものすごく細かいところに注意して書かないと全体像が文字で伝わらないわけですよね。っていうところを考えると文字に起こし 頭の中でやってきたことを実際に現場でね患者さんにやってきたことっていうのを一回文字に起こしてレポートにまとめるっていうことをやるといかに自分が頭で考えていることっていっぱいいっぱいになりながらもそんなに大した量はないそんなに大したことを考えてないっていことが目に見えてわかると思いますで、これをやっていかないと本当にそういう患者さんはだいたいこれをやっておけばいいよねみたいな勝手なバイアスがかかってもうねどんな患者さん にも同じようなことしかしないみたいな理学療法が反映しますこれはね本当に良くないちゃんと自分がやったことを言葉にして表出して誰が見てもその患者さんの像がわかるような文章構成で文章量で書き起こせないとちゃんと患者さんの全体像を捉えているとは言えません口頭でねある程度説明してどうさろうねこれでもの回し説明することはできると思うんですけどもじゃあ実際にそれを文字に起こしてみてってやった時に起こせないということはちゃんと見れ なないといととうことになりますのでちゃんとね自分が患者さんのことを全部把握できてるかできてないかっていうのを理解するためにも臨床に出たた後でも症例報告っっていいいいうのは必ずやった方がいいと思いますこれはね義務的に病院内でね設けてるところもあると思いますし是非ねうちのサイトの中でもねそういうのが共有できるような形が今後できたらね他の病院とかね他の部署とかね いろんな地域別の地域とかね違う領域とかねの症例報告を聞くとまた皆さんにとってすごく有意義な時間になるんじゃないかなというふうに思ってます前提としてレポートにまとめるっていうのは自分の頭の整理ということもあるんですけどもこれを誰かに見せた時にその患者さんの全体図がすべてえっと理解できるかどうかっていう観点でそのレポートを作成してほしいなっていうのとレポートっていうのはそういう作成の意味がありますよっていうのを理解してぜひね皆さんの施設でそういう 取取りり組組みがああるのででれば積極的ににんで欲しいいいなという,ふうに思います間違いなくレポートをちゃんと書けないような対応をしている PT っていうのはほとんどちゃんと評価してアプローチしていないで大したことをやっていないっていうことがわかると思いますそんなね人にはなってほしくないなというふうに思いますのでぜひぜひ皆さんチャレンジしてトライしてみてください時間がない中でもねそのトライっていうのは必ず皆さんの身になりますのでぜひ症例保護は積極的に行ってみてほしいなというふうに思いますその中で質問があれば ぜひコメントをいただければというふうに思います。ということで本日もためになったと思っていただけたらいいねまたフォローまたはチャンネル登録お願いします。ということで本日は以上になります。では。